なぜ日本が20年間デジタル国家、デジタル企業社会になっていないかというかそこで問題になるのはね人なんですよ。無限の可能性はありますが。えさつきチャンネルです。今日はちょっと右左を入れ替わってみたりしたんですけどどうでしょうか、えー。このところ IT をずっとやっているんですけれども今日はあのスーパーシティを議論するときにその懇話会に何回か出ていただいて。 そのまさにアーキテクチャーとか標準 API とか、あのー、デジタル基盤とかそういうものの知見をふんだんにいただきましたなぜ日本が20年間いまいち、まあ、IT 国家というところで始まってデジタル国家デジタル企業社会になっていないかということでよくこういうことを言われるんですね。 つまり大手 IT ベンダーに発注企業が開発依頼するとこれも数年に一度だとでそのベンダーさんは中小がいっぱいあってその下にベンチャーがいっぱいあってとでこれからはそうじゃなくてえもっとエコシステム、まあ、エコシステムって分かりにくいんだけれどもそのまあ発注企業が真ん中に座れってことですよねもっと分かってない人が多いんでこういうふうにしていくべきなんじゃないのと。 いうことで,、うん、でこのシステムにするにあたってはこの発注企業のところに全体が見えてるアーキテクトがいいいいなななきゃいけないとということなんですねそ,ですそれでこのスーパーシティスマートシティを作る時も坂村さんが委い員いだったんだけど、うん、まあ、やっぱり坂村健さんと、うんえー、村井淳さんというのは両挙で、うん、で村井さんにも実は専門家として入ってもらって。 決めたということで、ま、うん、ず,ず何が決まったかについて、あの私よりも専門家なので、はいあの、ちょっと説明をしていただきたいと思います、はいえー、まずですね、えー、今回、まあ、スーパーシティとかスマートシティと言われてますが、あの原則として当然、 人間中心とということなのでそのででそ通りです分野横断するに決まってるわけですね。うん、朝起きて夜寝るまで,、うん、でそうした時にやはり今まで業界の慣習によって人が揃えないといけないという非常に不自然な構造になっていたので街全体として、うん。うん あのアーキテクチャを組もうという動きになってきましたと、うん、でその時あの片山先生出られてたタイミングでやったのはあのまずシステムが異分野で相互接続できるようにと、うん、で加えてあの、まあ、先ほどおっしゃってた発注自治体地域があった時に一、うん、つの事業者にロックをされて、うん、アップデートがなかなかしづらいとかスイッチングコストがかかる、うん、オペレーションコストがかかるっていう長期運用に耐えれない。 仕組みはやめましょううといや本当にそうなんですよねつまり日米でそのシステムの更新のサイクル自体が、うん、そもそも全然違うんですよ。これを見ていただくとわかりますがあの日本はまずその数年に一度しかシステムは更新しないんですが、うん、システムは今や半年とか3ヶ月ですよね。 でなんでそうなるというとまあ、人事異動が定期的とかねあの知識経験が蓄積されないと、うん、つまり専門職システムじゃないからだから業務のことを理解していないアウトソースの人がやっちゃうからいまいち使えないものがずっと出てきていたというすごい無駄なことをやっていたとでその入札というのも数年に一度しかないから、うん、まあ、ある意味でまあ あの売る側としては有利だったでしょうね、うで素人に物を売ってるから、そ,うん、それはどうですかいや、だから実際に、後々長期で見ると、オペレーションコストが重ねんでしがないっていう、まあ、これ、民間企業の今までの事業者にとっては、うんまあね、美味しい商売だったんでしょうけれども、うん、いやこれからどう考えても日本の、まあ、国民が入るインフラを老朽化するということで、うん、既存の50年前のオペレーションシステムをずっと継続する意味がないというか、まあ、無理不可能ですよね、うん、国家形状。 でアメリカではほとんどその内政だっていうんですよね要するに IT 会社さん設計会社、うん、つまりシスコやマイクロソフトのことを言ってるんじゃなくてあの金融機関でもメーカーさんでもね、うん、そういうところがシステムを作る時には内政、うん、で社長自身が全部分かってるとでそこでイノベーションをしたいと言ったらそれに対応したソリューションは何だろうって言って開発展開すると。 で継続的にその機能を増加したり追加したり改善する解約じゃなくて改善する場合によっては刷新することもあると、うん、でまたビジネスニーズによってさらにシステム更新要求ができたらまたやるとでそうなってくるとソリューションの方も自社開発をすることになるので、まあ、結局内製できるっていう、うん、こういうあの負のスパイラルじゃなくてあの正のスパイラルが生じるんですけど これって日本企業にはできないんですか。最も大事なのはやっぱりこう投資の観点がないんですよね。投資の観点がない。エコシステムを拡張していくっていうのが非常に米国うまくてですね。うん、で先ほど A. P. I. がどんどん今回標準 A. P. I. の議論になりましたが。初めてね。はい。これ日本で初めてですそう。そうなんですよ。でこれはもうとうにアメリカ側のインターネットできた時から設計していた思想で。うん やっぱりどんどんんネットワークがつながればつながるほど価値があるネットワークの外部性って言うんですけれどもつながればつながるほど経済が大きくなって新しいエコシステムとかサービスが生まれるとただ日本の場合ってあの保守メンテってよく言いますけど1回建てたものを向こう50年維持しましょうとかですねでそちらにすごい力を入れていってですねなかなか投資をして新しいマーケットを生むっていうところにその税金もいかなかったし民間の企業投資もいかなかったっていう。 民間の企業投資がいかなかったってことは、まあ、日本の企業の生産性向上比率が低いってこともあるんだけども、うん、まあよく言われてるのは今年の税調のテーマになるように科学技術研究開発費に、うん、そのソフトウェアの開発とかそのオープンクラウド型の、うん まあ投資が乗っからないとで即時あの、まあ、費用としての焼却控除もできなかったっていうのもあるんですけど、うんうん、それだけですかそれだけじゃないでしょうだってその金額って膨大じゃないものそうなんですよ。うん、でやはりあの良くも悪くもマーケットは大きくて加えてあの日本の場合ですねシステムを作り込みすぎたというかインターネットがある程度できる前にそれこそ金融もオンライン化しちゃってますし。うん はい、そうですねであの、進んでたんですよね、ある意味だからインターネット初出てくるまでは、ほぼ日本が先端でシステム組み込みすぎたと、うん、でこれがまあオープンアーキテクチャじゃなかったわけですね、1>, うん、あの1億3000万人を維持するための,あの社会インフラをがっちりウォーターホールで作ったと。いや、財務省なんて一生懸命やってましたよ、富士通の古いパソコン使って。<laughs> いや、だって国税とかだって、その予算システムだって、早いですもん、そ,ね、それをね,そねその、アジアの新興国とか、それからソ連が解体されたときに、 うん、あの教えましたもん一生懸命うんあのアジアの要するにその一連のなんとかしたんですよね,すね,すね、はい、だからそこのやはりスイッチングするところのコストもかかりますしそこす要するにスイッチコストがかかりすぎるからって言って経営者が先送りにしてきたんですかですひょっとしてある種一気に面的に打たないといけないんですけどそれをずるずるずるやって更新のタイミングを逃してきてるっていうのが今ですねただこのタイミングでやらないと多分おそらく向こうまたら何十年無理なので。 うん、まあ本当にこのタイミで意思決定するしかないんですよねだからそれで今デジタル庁とか加えてまあ今やっと官邸の方でもベースレジストリーっていう基本的にそもそもシステムが読みに行けるデータのデジタル台帳みたいな基盤が設計されてましたかっていったところが実はいろいろなかったりとかですね、うん、でそれが横断するような設計にもそもそもされてないっていうだから IoT とか AI とか言ってますがそれが読みに行けるデータの参照元ってありましたっけっていう議論も改めて ちゃんと整理され出してきてきるのが今です、ね、それだから国でいうと国税のデータとか、うん、あと例えばあの地域によって違いますけど上下水系ののデジタル台帳地下のあでもね今日ねあの平井大臣がどっかで今日か昨日国会で言ってましたけども地方自治体については、まあ、おっしゃってたのは住民基本台帳と住民税の、うん、まあ要するに税的なものですね。うん それとあとあは介護保険って、まあ、これは基本ですわねほとんど多くの住民が関係するという、はい、その辺を言ってたんでその辺だったらあのデータレジストリで共通化してできると思うんですけど、うんうん、何もかもやろうとしてもこれ無理じゃないそう何もかも難しいですね、うん、だからどこが一番そのペインポイントかっていうところが、うん、あの優先順位につけないといけなくて、うん、ただ最近私の方によく相談くるのがとうとう上下水の話が来ましたね。 上下水は何をそのデータレジストリーの一番のこう中身にすするんですか<っ>使用量だけじゃないでしょう使用量だけじゃないです、うん、あのそもそも地下の配管含めてどこが劣化してるかってよく、まあ、今ね AI とか IoT で劣化診断して向こう50年のマネジメント効率化しましょうと言ってますがあれはセンサーがなくてもできるのしやっぱりセンサーをつけるんでしょ一応そうあのスマートメーターは普通のまあ10倍ぐらいするんですけれどもそうですよね、うん ただ向こう本当にあれ水道の業界って50年と100年見ますから、うん、そこのオペレーションを今ほとんど人力でやってる地域が多いんですよね<ー>で職員もいないでも職人技だと、うんうん、でここはそろそろ破綻しかけてる地域が結構多くてですね、うん、いやだからそこはでもねさんざんその水道をほら PPI とか PFI とか、はい しようとしたらそれは非常に反対が多くてで、まあ、何をやっても全然あの日本の場合は、うん、その使用量がこれだけ低廉に抑えられてるからメイクビジネスしないんですが、ね、一応三石になってても、ね、だからそれが前提なのであの、うん、ちょっとと海外とは事情が違いますけどねそこも含めてそのエコシステムですよね一つの業界だけを見てきたので、うん、水道事業それこそ直前電波事業とかですね でまあ、医療の介護の世界とか、うん、やっぱりこれからそれをどうやってこうその地域の特性によりますけれども、うん、どれだけこう融合させていくかっていうだからそのデータレジストリーをどこまで詰めるかっていう時に EU は例えば、うん あの例えばホームの法務省的なものだったら法務省それから農地の管理だったら農林省とかその各国のね、うんうん、でそれをまあその交通整理してつなげるみたいなことをデータデストリーでやってておののの国はそれはおのの役所でやると、うん、まあそうじゃないとほら無理だからっていうような、ねうん、だから日本はどこまでどうすればいいですかね まあ難しいけど、ねうん、いや非常に難しいですそういう意味ではまあ今回のデジタル上のある程度権限強くするっていうのもそこでもうある程度優先順位をつけてしまって、うん、で投資と向こう50年ですよねちづくりでいうと、うん、今まで既存で50年引っ張ってきたようなあの投資とコストの考え方を ちょっと根本的に考え,な、うん、考えなさないといけなくてどこをまずイニシャルでテクノロジーを入れて、うん、でその後はある程度オペレーションで一気に下げるっていう、うん、ちょっと長長期の,あのビジョンを持たないと、うん、なかなかその今パッチワークでちょっとまあ向こう3年向こう5年っていう計画をやっぱり立てがちなので。そ、うん、そこででで問題にななるののね人人んですよ,んですよ人材と組織の在り方、うん、でそれで今度その日経新聞も 報道ししししてくれままたたよよううにににこのちょっと大きな記事拡大しただけですけど、うん、DX 人材育成括弧の小委員会が作られて下村政調会長甘利座長のもと不詳私が小委員長をやるんですがあの実は私あの外国人労働委員長として、うん、教育再生委員長の柴山さんと一緒にやろうかと思ったんですけどあ、はい、まあ今何でもデジタル本部にぶら下げようっていうことで、うん、お二人の判断で。 あのぶら下げたんですけれどもね、うん、もう2018年の10月にスーパーシティをやろうって言った瞬間からこの問題ですよね先生、ね。それあんまり分かってない人いるんですけどだから片山さつき的にはもうこれね3年越しなのいやそうですよねそうレジステじゃ3年越しだからそうそうでもうやらなきゃいけないと思ったのは今度公募ですからねその時にアーキテクト決めなきゃいけなくて<う>まあ青少令上アーキテクトはふわっと書いてあるんですが。うん あの、まあ、スーパースマートシティで今考えられているところのアーキテクトだったら、うん、あのはっきり言って日本にもいると思うんですよ。うんうん、まああのアーキテクトどころか自分で作り込んじゃった中村さんみたいな人もいますし最初からまちづくりに入っていっちゃったコンサルさんとかもいないわけじゃないし他の町も割とやっぱり長い付き合いでね,でねあのやっぱり、ね、市長のあるいは町長村長もいるんだけど。うん さら別なんか村ですから、うん、あのリーダーシップと決める力と、まあ、みんながついてくるとかその辺もすごくあるし、うん、まあみんなの声が、あのー、割と一致してるみたいなのもあるんだけど、まあ、そういう中でいい感じになっているところはあっちこっちにあるんで、ね、できると思うんですけど国全体となるとねこのスーパースーパーアーキテクトがいてその人材はほとんど皆さん日本には。 very very hard to find です、うん、なぜかというとそういうそのベンダーロックインじゃないオープンクラウドのバカでかいシステムに従事した職歴がある人が少なすぎるんですよ、うん、今言ったような国だから片っぽがこっちで <laughs> いやだから職にしてしかめ、ね、磨かれないんだって、うんうん、だからあの外国の企業だって人は新陳代謝してるから 雇うんだけどどうやって雇うかっていうとそういうシステムで職歴があるということだけがこの業界では信頼ででできる証拠なんすすって、うん、っててことですよね,そうですねだからあのまああの経産省も総務省も、まあ、民間団体も日本でもちっちゃい資格コーディネーションを生懸命作ってるんですけども、うん、まああの課長連中を呼んで議論したけども今それをじゃあ作れる要するにアーキテクトが分かるアーキテクトの人は活面積にも いいないんですよそういう人採用したこともないしえその人たちは普通に文系の役人やってますから、うん、そんなことやってたら、うん、あの設計能が劣化しますからできるわけないんで23、うんうん、年に一度現場に戻せなきゃいけないけどそういう人はいないから、うん、まあできないとなると、まあ、あのずっと作り込んでやってるような人たちが。 地方のこのまずスーパースマートシティから実験的に入ってこれを大きくしていくというまさにパイロットプロジェクトなんですけどまあ今回、政権があの安倍総理から菅総理に代わられてやるってことになりましたからまあそうするとやっぱりその優先順位とできるところまでということであとはいかにアジャイル化しとくかが私は鍵じゃないかと思うんですよ。決決めめちちゃゃううとととででできないいいことを決めちゃうとこれはままずずすすよね ではおっしゃる通りでそのアーキテクトに関しても根本的に足らないのもそうなんですが。 今アーキテクト日本にも何,何名かそれなりの方いらっしゃいますけれども何名かって何十名かいると思うんですよね、まあ、何十名かいますけど、まあ、何百人はいない感じで <laughs> そう何百人はいない <laughs> 10名ぐらいあ2桁ありすよ、ね、2> はいませんねで2桁の人たちもお互いそのチーム組み出してるんですよ結局はいはい、はい、でやっぱりこれ日本では未経験の領域で、うん、町丸ごとのアーキテクトを一気に作り込むっていうことをや,、うん、やりますから、うん、それぞれアーキテクトの中でも専門が違いますと、うん、ただまあそこのトップティアの人たちが集まっているのでお互いのコミュニケーションでモデルを作っていくっていう段階な なので、うんうん、私も何個の自治体か見てますけれども、大体チーム組んでますね。で、その人たちがこの経験で育つということでしか日本では養成ができないんです。うん、皆さん、うん、まどっかの企業がやってくれればいいですけど。 今日も、えー、経団連、同友会、新経済連、IT 連全員それなりの人が来てましたけど、うん、まあ結局、そんな人材はほとんど日本にいないと今、コンピューター技術者と言われている人の、まあ、どっかは3割って言ったけど私はもっと多いと思うけどほとんど昔からの作り込みのシステムしかいじったことないから、うん、みんなを一箇所に合わせ集めて研修しなきゃ無理だって言って<や>で私はその時にね、まあ、国会があるから出てきちゃったんだけど、うん、研修する場所どこなのよとこれはスーパーシティしかないよと、ね。<laughs> そう,そうもう完全にそこの日本の将来みんなアーキテクトを育てる場所なんですよそ,そのためにみんなやっててやっとねあの自治体の方も役所の方も分かってきましたよね、うん、だから誰かが壮大な実験しなきゃいけないから国費なんですよ。<laughs> でもちろんその情報保護とかもだから万全に、うん。 あのもちろん間違っちゃいけないその大変なプレッシャーはあるけど、うん、どっかでそこ突き抜けない限り、うんまあ、国全体ななんんてとででもないですよ、うん、もう国全体を壮大な実験にはできないからい、ね、まず住民がこれでいいと言ったところに国がお金を出して人まで出してやってもらおうと、うん、気をつけながらもね、うん、それからようやく人が育ちますね。で全てがが人というののはトヨタ長 あのウーーンシシティののコマーシャルででやってるのと同じです、うん、まトヨタさんはその関連会社や技術者である程度抱えてるから、うんうん、シリコンバレーの会社もあるし、まあねまあ、だからあの裾野の工場ぐらいの面積のとこなら多分できるしそれをシステム化を数年かけてやって多分売り込んでいこうってことなんで、うん、ちょうどスーパースマートシティとは並行清掃するんでしょうけどう、ねうん、やり方は漢と民の違いはあってもこれ皆さん同じですよ。アーキテクト で実際にやっぱりこうアーキテクトの人たちもまあ結構まあ民間の人が多いので、うん、やっぱり地域に入っていったら初めてその地域の現場のまあ課題を知るわけですねかなり遅れたりそうした時にじゃあどういうアーキテクチャどういう API を用意するかとかどの分野をつなぐのかっていう優先順位付けたとか一番大事なのが。うん それでどうやっててビジネスとして回すのかっていう、うん、だら今までの1回作ってしまってあとオペレーションで回しましょうっていうタイミングではなくて、うん、どのタイミングでを持ってだからそのチームはねずっと長いこと責任を持つから磨かれるしみんながそこで評価をつけていくよねその人にもそ,そ,のその人がまた転々とねいろんな地域だっていってまた弟子が育ってって、うん そこで海外の人を明治の頃に呼んできたように助っ人外人で呼べるような人もいますかチームに入れる人はいますかいると思いますが、うん、実際にもう、ね、あのエストニアだとか、ね、あの台湾だとかああいうところでいろいろアーキテクトと組んでいる人たちもいますから、うん、で今、特にあのアジアでエンジニアをどれだけこっちに呼んでくるかというのも重要なポイントですから。 だからそこで年俸制とか皆さんね休みの問題とか、うん、まあ働き方改革はいいことなんだけどコープロがほら入らなかったから中途半端にしか、うん、それは足かせになるだろうとは言われてますよ。そこは本当短期でも一二年でも高額なねあのは払ってで一気に地言しててまうだからそこの こうその気はある、まあ、コップアッププロジェクトだと、うんまあ、スーパーシティでもそうだしあの全体の,そのアーキテクチャいつ決めるか分かんないけど、まあ、デジタル庁作ってすぐには決められないから1年ぐらいいい議論するんででででしょうね、まあ、う,でうでねももないこうでもなこ、まあ、その後となるとスーパーシティも立ち上がり始めてるから少し相場感が分かると思うんだけれども、うんうん、でそうなった時にあの例えば海外の人を入れるということになるとね やっぱりアメリカも外外からいるるきにそうしているように職歴、うん、つまり我々の国にはスパイ防止法もなく、うん、インテリジェンス機関も、うん、まあ昔の内調とこう、まあ、いわゆるその警察の公安しかないですからあちらの国に比べればないですよ情報が。うん、かだからその例えばそういうアメリカや欧州の一流どころでこういう開発をやってずっと何年間かいたってことになれば、まあ、その国の 情報機関やその国の企業社会が、それを、うん、まあ、あの経済安全保障上、おかしい人普通は置かないから。そう,ですそういうところでやるしか、安東さん、うん、今はないですかね。技術評価が国やその入管でできますか。無理でしょう。無理だと思います。そこは難しいですね。うん、で、技術評価もそうですし、実際にその。うん 社会実装でアーキテクトが動いた時の、うん、アーキテクトに求められるジョブディスクリプション自体が多分明確なものまだないので、うん、ないですねそういう意味ではそこの資格も特になくてあの10年前にアーキテクトって言葉が入ったものがあのいわゆる IPA の情報処理の試験にあるんですけど、うん、それはディープラーニングとかの前だからそ、うん、そうそうです、ねうん、ですな9000人ぐらい取ってるらしいんですけど <laughs> どこにいるのかもわからないし資格試験で。あの、はい 要するにその名称独占でも何でもないから、うん、試験で点を取ったっていう人がどこにいるか管理もしてないから、うん、そうですよね、うん、だから実際にまあね海外イスラエルとかだそうですけど全部その各政府の方にも完全に PHD が入り込んで,、うん、でおっしゃるようにあの発注者側がもう一番スマートに仕様も書いてシステムも分かった状態でチームを組むっていう、うん、でこれをこれから各地域でやっていかないといけないのでおそらくまあスーパーシー難拠点換でそういうアーキテクトチームができて、うん、でそこが徐々にまあ 役所に入っていくといとうか各地域に、うん、そこのモデルを職にするというかだからよく今政府でも CIO とか CDIO とかを民間から引っ張っていくっていう、うん、まあ東京もそうですしね大阪も引っ張ってきました、ね、うん、だからその一人はいるんだけども、うん、チームとして何人ぐらいいりますかねその今言われてるようなプロジェクトをそのスーパーシティ的に仕上げるには私もああの10万20万ぐらいの町であれば。 あのリードを取れるようなアーキテクトにサブを、うん、まあ目が届いて5人ぐらいのチームでしょうねで1人でその5人だって大変ですよ皆さんだから取り合いなんでみんなそのことに気が付き始めたんでスーパースマートシティに手を挙げようかっていう動きが急にちょっと、うん、いやそうなんですよそう取り合いになるのがみんな見えてきたんですよ周りでもそれぞれがパンクしてますねオファー3地域4地域でパンクしましたっていうのがでそれが終始チーム組んでるのでうん、うん べ人数は多いですけど中で活動している人は結構近しい人が、まあ、それぐらいしかやっぱりまだまあでもそことそのデジタル庁、うん、今度のあるいはその政府の IT 室まあもうなんか残るだろうからそういうあるいは地方創生室でしっかりと連携取ってればそれは日本型でいいはいいかもしれないねいそうですね分かるものね、うん、全体がだからどこかにまず全体が見える人をまず育てないと、まあ、それがまあそもそも全体見える人がいなかったっていう 問題がいや、だって、この間の東証の時も思ったけども、東証側に全体見えてる人が言ったとは思えないし。<laughs> うん、あの、受けた富士通ですらないんじゃない、だってシステム自体が。これだもんね。で、で、この下請けシステムを。今回は使いたくないんですよね<や><生>。そう、そう、思います。下請け、だから、結局、だから、要件をかけるか、かけないかで、そこでね、もう。 だから何が起こるか分からない状況ですから今特にセキュリティも含めてですね、うん、だからそこのじゃあ技術的にセキュリティを担保できなかったらそこをどうやってガバナンスをしようかとか、うん、でそこに対する市民説明をちゃんと官民でやっていくとかですね、うん、まあデータ倫理審査会とかもありますけど、うん、かいかにこう何か起こればすぐに対応できるようなリスクマネジメントとかだからまあそれこそねあのプライバシーバイデザインとかセキュリティーバイデザインをそもそも街の設計に入れましょうと、うん、これはまあスマホの世界ではあったんですけどやっぱりこう街全体で プライイイバシーセキュリティバイデザインやると、あのーまあ、ちょっと短い時短ではあのー、語り尽くせないんですけど一旦が分かっていただけだと思いますでずっとこの話は、ね、くすぶっていたんですよ、うん、ただ、あのー、私も実は政、あ、調、のー、会長代理も2期やりましたし、あのー、スタートは計算政務官ですけどね15年前ですがこの IT だけを、ね、本当に、ね、ずっとやってきた人って少ないんですよ。 でまたそのたまに IT の本部を見あの覗いても、うん、同じような人が数人いるだけで <laughs> その推進力がなかったのは事実でこれは政府の中でも同じだと思うんですが、うん、まあいい機会ではあるのでそこを,こ,こをやってみるということがこの3年ぐらいに急に起きてきた、うん、でその背景はこうでこうで今行われている始まろうとしていることはこうだということを今日は東さんと一緒に ああのの解説をさせていたただきましたあの来週からこの回も始まりますし、うん、1> 第1回目は村井潤さんですし、えー、そのうち坂村さんにも東さんにも来ていただく予定でもう12月ぐらいには公募が始まって、うんね、1>, まあ1月2月ぐらいには選定されちゃいますから。うん 1>, でまあ、1回で終わりじゃないっていうふうにあの今の私の元部下たちも言ってるんでこうやって国全体の教育システムをエコシステムに作っていかない限り無理ですねそう,そ,うそうなんですよまず人がいてエコシステムできてやっとビジネスになるんで。うんね、ということですからこの,じこの時点でこの分野には無限の可能性はありますが人です。<laughs> そして人は そのベンダーロックイン型に囲い込まれた人材が再教育で、うん、オープンクラウドその他、うん、まあアジャイルタイプになれるかどうかで私はなれると思うんですが、うん、まあそれをどうしていくかというのも日本の大きな課題ですだから決して諦めることはないと思ってますんで,です先生よろしくお願いします。ます今日はあり,り、はい、ありがとうございました、はい